やっぱり日本は法治国家なんだから、やっぱりまず憲法をどうにかしろと。でも未だにあの憲法改正っていうと悪いやつのように言われるのは、マスコミの問題もあるんですけど、歴史家として言うとですね、日本人ってそもそもあの軍隊嫌いなんですね。13世紀だったかな、モンゴルが日本に攻めてきた時に、日本は鎌倉武士が頑張って期待したんだけど、これを認めたくなかった。現実の軍事力で勝ったのではない、神風という超自然的なものに日本は守られてるんだってことですね。今でも大勢の人たちが、日本がずっと平和だったのは平和憲法のおかげだから、平和憲法を守らなきゃいけない、変えちゃいけないんだっていう、まあ非論理的なね主張に耳を傾ける人が大勢いますよね。それは実は神風があの日本を守ったんだという考え方と同じだということに。ニュースオペードスタートです。